ロスピタレは、フランス、プロバンスアルプコートダジュール地域圏、アルプドイコールオートイコールプロバンス圏のコミューン。ミストラルから住宅を守るために通りは、狭いコミューンは、標高880メートルの地点にある。村は、高原から吹き降りるミストラル風にさらされている。コミューンは、リュール山地の一部、サンビューゲ山のふもとに位置している。コミューンの北、サン、ンサン峠は、 ジャブロン国におけるホルカルキエから三番山までの古くからの道であった。高山地帯であるコントラ高原は、カシの森で覆われた南側の丘陵や栗が根付いた南西部、東側の軽質陥没穴とは対照的である。ロスピタレを全長約1 4トルのラバンドラコンブ栗川が横断する。コミューンは面積の 約半分に相当する980ヘクタールが森林である。ロスピタレは高プロバンス地方に属し、内陸性の地中海性気候の恩恵を受けている。夏は暑いが冬は涼しく頻繁に霜が降りる。リュール山地によってコミューンは守られているが、時に激しくミストラルが吹く。シロッコは稀にしか起きない。定住地は1200年代に書かれた公文書に初めて登場する。 この用語は、プロバンス語で、エスピトル、病院である。西洋派の騎士団を参考にしているので小さな病院を意味するのではない。村で見つかった唯一のガロローマ時代の遺構は、聖堂でできたラバである。古代、ガリア系のソギオンティ族が、リュール山地に定住し、後に同じガリア系のオ,オコンティ族と融合した。ガリア戦争後、 彼らは、ローマ族シューガリアナルボネンシスと結びつけられた。2世紀、これらの人々は、ウォコンティ族から切り離され、首都セギュステロの名で存在し、後西洋ハネキ師団に与えられた。ロスピタレという名が村に与えられた。これは12世紀終わりから西洋ハネキ師団の病院が設置されたためである。二つの日付が掲示されている。 一つは1160年、残りは1250年である。しかし、彼らの修道院の所有物は12世紀初頭に確認され、我々は騎士団の村の寄付の日付を知ることができる。最初の建物であるカストラムでハースピタラーアイの建設に従事したのは、マノスクの西ヨハネ騎士団員であった。エスピタラトムは従って、ラルゲールに ハンセン病患者病院を開いた聖ヨハネ騎士団参加、招集動員の本拠地であった。シミアー抜けは13世紀から領主であり、この領地はソマヌとつながりがあった。共同体はフォルカル系の司法管区に属した。15世紀終わり、村には2つしか減追がなく、またおそらく9人の定住者がいた。住民たちは自らの自治を購入した。フランス革命の間、 コミューンは1792年暮れに創設された愛国者等を抱えていた。19世紀半ばの村には225人の人口があり、その後徐々に人口が減少していった。フランス第二共和制に対してルイナポレオン・ボナパルトが起こした1851年12月2日のクーデターでは憲法を守るためにバスザルプ県でも武装放棄があった。 放棄が失敗した後、共和国防衛に立ち上がった人々に厳しい弾圧が続いた。ロスピタレ住民3人が合同委員会に提起している。県の多くのコミューンと同様に、ジュールフェリー法が施行される以前から、ロスピタレは学校を採用していた。20世紀半ばまで、ロスピタレではワイン用のブドウ栽培が行われていた。生産されたワインは品質が低く、 大量消費用であった。ワイン製造の伝統は現在捨てれてしまっている。同様に19世紀に栽培の標高の限界であるわずかな面積で栽培されていたオリーブの木も今や消え失せてしまった。2009年時点でロスピタレの労働者は失業中の8人を含めて40人であった。こうした労働者はほとんどが従業員で主にコミュームの外で働いている。 ロスピタレの農家は、奥認定されたラベルを4つ持っている。ラベンダー製油、バノンチーズ、オリーブオイルである。地理的表示保護ラベルは20持っており、一粒小麦、小麦、プロバンス産、蜂蜜、シストロン産、ラム肉、ドローム産鶏肉が含まれる。情報源イコールイヘス、1968年以降、INSEE 持論集落は19世紀なカバに、 まだ人が住んでいたが、廃墟となった。13世紀まで教区教会だったサンミシェル礼拝堂、3カ所の泉があった。シャンドラマン集落は常に水をたたえた、洗濯場を維持している。教区教会であるサンジャンバティスト教会は、本質的に13世紀に建てられたものだが1865年に再建されている。そこには12世紀からの日付が残る一部。 そして西洋羽根騎士団が建てた最初の召集動員の唯一の遺構が残る。伝統的なプロバンスの定住地の様々な形態がコミューンで見られる。天井に高さのある住宅では人と家畜が同じ屋根の下で暮らしていただけでなく丘の上に他から孤立して立つ住宅もあった。19世紀には村の外側にも住宅が建った。こうした建物はすべて 農業のニーズに合わせて考案されている。果物を干すためのテラス、干し草や穀物を振るう屋根裏部屋などである。ありがとうございます。